中川起点標石新中川との分流地点、綾瀬川との合流地点、江戸時代の中川口、中川は埼玉県、茨城県及び東京都を流れ、東京湾に注ぐ一級河川。利根川水系の支流である。上流を天神堀や島川、中流を庄内古川と呼称する場合もある。埼玉県羽生市街地の住宅地の中に水源を発する。 宮田落ちが火災用水を伏せごしで潜った刷け口に起点を示す、石標がある。源流付近では、その排水路からつながる河川そのままの細い流れだが、羽節が位置を抜けて周囲は、田園地帯が続くようになり、小さな農業用排水路や小川を集めて徐々に幅を広げて、元は渡瀬川の流路であった付近では川幅約70メートルにもなるが、上,上で,で、 さって放水路の分岐により一度川幅が3分の1以下になる。江戸川の西側を平行して南へ流れ、春日部市の国道16号地下を流れる、首都圏外威放水路に接続する。松伏町大川戸から松伏町下、赤岩まで改作された働を通り琴根川に合流し、越谷市付近で新片川と元荒川を合わせると再度川幅が広くなり、幅やく。 100メートル程度になる。この辺りから流域は農地から次第に住宅地や商業地が目立つようになる。葛飾区内で新中川を分ける。東京湾から約8キロメートルのところで綾瀬川を合わせ、以後は荒川と接しながら波流。川口付近の荒川0キロ表のすぐ川下川で荒川と合流するが、 高齢場としての中川の河川区域はその先も続き、火災臨海公園の西投げの突端で東京湾に達している。綾瀬川が合流する地点には水門が設けられている。最下流部の江戸川区東小松川には、現在では全国唯一の河川水面の協定場である江戸川協定場がある。水本公園のおぼうだめは、 中川の水を導水したものが用いられている。中川は、利根川には合流せず、荒川と並走する形で、東京湾へと注ぐ。このことから、荒川水系と誤解されやすいが、1964年の河川法改定時における、建設省河川審議会管理部会の見解によれば、中川は利根川の分流である江戸川の分流。 旧江戸川に合流する新中川放水路が分流しているため、水系の定義である、本流より分流し、直接海に流入する葉川と、その葉川に流入する支流のすべては、同一水系に所属するという建前から、河川崩壊堤後、利根川水系が一級河川に指定される際に、利根川水系に属する決定が下された。このことから、中川とその支流は、 利根川水系の河川であり、荒川水系ではない。現在の中川の流路は、その上流部は、明治時代以前の庄内古川と、下流部は琴音川と松伏町大川戸から松伏町下、赤岩まで、大正、昭和に改作された稼働で接続して作られた。それ以前は琴音川が、亀有付近で分流した稼働のうち、江戸川区西火災付近の川口へ向かう稼働を、 中川と呼んだ。この水系整備により、島川、庄内古川より、東京湾、川口までが中川として扱われ、合わせて琴根川、元荒川、綾瀬川なども中川水系とされた。なお庄内古川は、江戸時代以前の渡瀬川の権限堂川より、下流の流路を流れた。渡瀬川の下流は古くは、太日川と呼ばれた。太日川は、 江戸時代に整備され現在の野田史跡宿、札手市西史跡宿から南流する江戸川となり、庄内古川とは吉川市付近で合流した。松伏町金杉と吉川市城内側の境界周辺に、庄内古川の流路跡となる旧堤防が残されている。中川の川口部は現在の旧中川を流れて東京湾へ注いでいたが、 荒川放水路の改作に伴い稼働は分断され、現在の旧中川が切り離された。人口急増による生活排水の増加、下水道整備の遅れなどの影響により、20世紀後半に水質が極めて悪化したが、流域の下水道の普及により、1990年代から次第に改善した。もっとも日本国内の他の河川と比べると未だ悪い方に入る。 2004年に BOD 値平均の全国比較でワースト2位になった。2011年の全国比較ではワースト1位になった。水質が改善されてきたため、中川では23種の魚類と4種のエビ科に貝類が確認されている。上流から島川橋付近と与橋付近。ありがとうございます。